マッサージしてあげた方も癒されるんだよね、マッサージって。これがすごくすごいなと思うところで、やってもらった人も気持ちよくて楽になったわーって、ああもう今日はよく眠れるわみたいな感じで楽になるのと、それをその気持ちをもらって、その感想をもらって、やってあげた方も癒されるの、これ。人って自分が何か人にしてあげて、その見返りによるその感謝の気持ちをもらった時に、自分の存在価値をこう再確認するというか、それで自分自身のこの価値をこう認めるんだよね、自分自身で。意識しなくてもそういうふうになってんの、人間のマインドっていうのは。だから人は人に親切なことをして、ありがとうねって言われることが好きだから、ボランティアやったりするわけよ。だから日本人ってもともとそういう価値観というか、そういう感覚っていうのがあるんだよね。だから本当に東日本大震災の時もさ、やっぱりほら、ああいうふうに窮地になると、やっぱ一丸となってさ、本当ボランティア活動で本当現地に行った人とかすごくいっぱいいるわけじゃない。だから俺は本当にマッサージに思うのは、やっぱそういうところ、やっぱ自分主導で、自分の手だけで、本当に裸一貫になった自分の体だけで表現できるものって、マッサージ、あとは噺家さんぐらいかな。マジシャンはさ、道具がいるじゃん。ね、道具いらないマジックもあるだろうけど、人を楽しませるという意味ではさ、面白い漫談言う人とかさ、モノマネでも何でもいいんだけど、何かこうできて、人は俺はやっぱマッサージは触れるっていうことができるから、人にでこう楽にさせてあげるっていうか。だから本当に、まあそれをね、マッサージセラピストだけのものにしておくのはもったいないなと思ったの、俺は。そんな素敵な感情感覚をね、